縄文さんがやってきた。僕たち人間はこの地球を破壊するために、汚くするために、めちゃめちゃにするために生まれてきたんじゃない。破壊するためにこの石斧を手にしたわけではない。みんなが幸せになるために僕たちは道具を作り、船を作るんだ。みんなで頑張るぞ。破壊できない。おー、今この船に乗っている生き物は何でしょうかね。たくさん乗っています。マンモスが乗ってたり、キリンが乗ったり、ワニが乗ったり、ネズミが乗ったり、ね、ネコちゃんも乗ってます。なぜかこの絵を見て不思議だなと思いませんか。もう人間が乗ってないんだな。人間ここにいるけどね、みんなもいたり、乗馬さんもいるよね。船には動物しか乗ってません。なぜだかわかる人。はい、その元はもともと動物たちのものだから。考えてみて、もし私たちが人間がこの船に乗ったら、この船の中はどうなると思いますか。そうだね、ミサイルが飛び交ったりね、戦争したりね、大変なことになっちゃうね。みんな奪い取ってね、乗れないんですよ、この幸せなみんなの船に。今の暮らしをしていたらね、これからね、素晴らしい暮らしをして、この船に一緒に乗れるように頑張るぞ。おお、それではこの素晴らしい道具、一緒の作っていきたいと思います。いきますよ。もう砥石でこうやって研いでいきます、ね、大きいやつを選んじゃうと、これ時間がたくさんかかるんだ。でたまに水をかけてあげてね。文明の息使ったらね、あっという間に削れるけど、どうする。使う、結構尖って、縄文時代の、もうやり方を試しに行ったんだから。おお、いいね。でもこんなにも難しいとは思わなかったら、ほら、こんなん溶けてる。うーん、やば。わかる、まだより頑張る、うん。左手はこういう感じで、ここの石を斜めに取るんですよ。するとこの周りにぐるぐるが入って、本当に熱くよ、あれ。意外と縄文小屋にいるもん。あ、いるんですか。ちゃんとクニちゃんのこと分かってて見てくれる。そうか、え、そう、自然に落ちてるやつを食べてる。こっちが殺意がなければ向こうも落ち着いてますけどね。わかるもん。叩くよね。で、大体あのアリを潰したりとかな。自分の方に歯が来なければ。ね、この辺からやってみます。ちょっとね。頑張ったね。それでは気をつけてお帰りください。また明日も。9時半から始めたいと思いますんで、ね、はい、また明日。はい、沈んだ靴になって、優しい心、ね、みんなを思いやる優しい心を忘れないということです、ね。それを忘れて使ったら大変なことになりますからね。杉さん、ありがとうね。そして杉さんと約束したこと、何だったでしょうか。違う、お茶、動物仕上げ、ここの動物たち全員仕上げで、そう、杉さんからもお願いされました。僕の命をあげるからみんなを幸せにしてくれ、そういう願いを込めて、思いを込めて、みんなでトントン拍子を奏でて、みんなの船を作っていきましょう。みんなが手にしているのは刃物、石じゃないよ。刃物というね、本当に鋭い道具です。だから必ず周りを見る。使うときにはね。トントントンって。ゆっくりでいいから、しっかりと刃を。で、周りを見る。ね。アリが歩いてたらアリをどかしてあげる。石が落ちてたら石を取る。ね。そういうふうにしっかりと周りを見る。後ろも見ながら、ね、横も見ながら。そうやって安全に作業してください。はい、それでは好きなところをトントン拍子を奏でていってください。はい、どうぞ。難しい、綺麗に割り割りにはね、あの頑丈な石だって。もうやんの大変だったから。いや、でも
全然削れてない気がする。そうでしょ。あんま変化がない気がする。絶対変化ないでしょ、あんま。でもこれ何センチだ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ダイヤモンドの方がいいよ。ダイヤモンドで削るの。ダイヤモンドの斧がいい。ありがとうございました。ありがとうございました。みんなが幸せになる船を頑張って作ってみよう。またどこかでお会いしましょう。雨も降らずに。そう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 、いい感じで。